連綿と続く日本の歴史の中で、今から150年前の明治維新は大きな変革だった。江戸幕府も維新側も思いは一つ、日本のこと。明治以降、世界の情報が日本へ流入する中で、人々はその膨大な知識に酔いしれ、世界に肩を並べようと競った。しかし、自分の国を誇る気持ちこそが安定した社会を生む。江戸、明治、大正、昭和、平成、そして令和、日本に誇れるものはなかったのだろうか。日本人としての軸はぶれていなかったのか。これからの日本の発展のため、明治維新から150年を迎えた今、本当の日本の姿を紐解く。150年というものを振り返ることによって、これからの日本というものをどうしていくべきなのか、そしてまた我々日本人というのはどういうことを目指していくべきなのかということを考える、まあ、手がかりになればいいなというふうに思っています。もう江戸時代までの日本というのはもう本当に遅れていたんだとおっしゃる、これはまあ、これはもう、まあ、歴史の先生なんかもおいでになるようです。ところが江戸時代の日本がなければ明治っていうのは存在してないんですよね。でここが非常に大事な部分。そしてまた江戸時代の日本がなければ、おそらく今の日本もない。逆に言うと江戸時代っていうのはある意味ものすごく進んでいたし、もしかしたら現代日本人よりも江戸時代の日本人の方がもっと進んでたかもしれないです。というのは江戸時代の識字率って95% 以上だったって言いますよね。これ男女合わせてです。現代日本人っていうのは、まあ、識字率ほぼ 100% だよというふうに思われるかもしれませんけれども、でも江戸時代の文字っていうのは今のような活字じゃないんですよね。筆字じゃないですか。しかも行書体、草書体、あの筆の草書で書いた文字で識字率が 95% 以上だったってことです。そういって考えてみると、江戸時代の文化っていうのはもしかしたら今よりももっともっと進んでいた部分もあったんじゃないかなと。話は江戸時代に遡ります。江戸時代 その関光和という数学者がいました。江戸時代のこれ中期の方になります。高度な数学を学んだ関光和は、甲斐の国甲府藩の徳川綱重綱豊らに仕え、勘定吟味役となった。綱豊が6代将軍となると直参して江戸詰めとなり、西の丸五難度組頭に任じられた。関は和算が中国の模倣を超えて独自の発展を始めるにあたって重要な役割を果たした。延宝2年初尾三法を記し、天算術すなわち筆算による代数の計算法を発明して、和算が高等数学として発展するための基礎を作った。世界で最も早い時期に行列式、集結式の概念を提案した。また1681年頃には正13万1072角形を使って円周率の近似値小数第11位まで算出。これは世界的に見ても数値的加速法の最も早い適用例の一つだった。ベルヌーイ数というのは連続する整数の歴上の和を定式化するというそういう式なんですね。でこれは1713年にヤコブ・ベルヌーイという人が発表してベルヌーイ数という名前がついたんです。ところがこれ1年前に出てる本なんです。1712年です。ベルヌーイは1713年、その1年前に関光和がこのベルヌーイ数を発見してかつ発表までしている。それから今東大っていうのは、まあ、日本で一番偉い先生が偉い方、まあ、頭のいい人たちが行くことになってますけれども、東大を開いたのは林羅山。これはいわゆる現在のその湯島にあります学問所、江戸時代の中期から後期に至る学問所っていうのは幕府の直轄なんです。でその幕府の直轄の学問所をそもそも開いたのは江戸時代の初めにいました林羅山という人物になります。でこの林羅山の江戸昌平坂学問所でのその学問というのは、一般的には朱子学である、あるいは陽明学である、儒教であるといったようなことが言われます。
けれども林羅山が説いた儒教っていうのは中国の儒教をただ丸々日本に持ってきてそれを学びましょうというものではそもそもない。もともと日本にある日本の文化っていうものと中国の儒教というものを組み合わせて、その中で我が国にとって最も必要な学問というものをこれを研究しかつ開発していこうとした。そこには日本人としての知恵があるんですね。だからそもそも林羅山を家康がこう引っ張り上げたっていうのは儒学者っていうのは他にいくらでもいた。けれども林羅山だけがどこまでも日本人のためにという日本のためにというその切り口を崩そうとしなかった。林羅山がそもそも開いた昌平坂学問所っていうのがこれが今の東大の前身になっているというふうなことにもなります。さらに当時の日本は鎖国をしていたとはいえ長崎の出島では外国との交易を行っていた。そのため日本の知恵や技術は広く海外にも知られていた。ちょっと面白い話なんですけども浅田飴って喉飴ありますよね。でこれはもともと開発したのは浅田宗博という幕末頃のお医者さんなんですけれども幕末にですねフランス公使のレオン・ロッシュという人が日本に来るんです。でところがこの方は大変な腰痛持ちでですねもうとにかく公務をままならない。フランスからわざわざお医者さんを呼んで診断してもらうんですけども、この腰痛は原因はリウマチじゃないかとかですね、でリウマチの薬もらったりするんですけども全然治らないんです。腰痛だったらばいい先生がいるよっていうことで、浅田宗博という日本のお医者さんを紹介されて、で治療してもらうんです。1週間で完治しちゃった。ここでもうこのレオン・ロッシュはもうびっくりしまして喜びの報告をフランスの皇帝に手紙に書くんです。フランスの新聞にその報告が掲載されて名医浅田宗博という名前でフランスだけじゃなくてヨーロッパ全土にこの浅田宗博の名前が広く知られるようになって、でそれだけではなくてナポレオンがこの浅田宗博にですね、時計2個それから絨毯3巻を感謝の気持ちとして送ってる。ナポレオンまでびっくりしちゃったっていうことがあったりしました。こちらはドイツのマイセン地方で生産される磁器マイセン。このマイセンのスープ皿っていうのは当時東洋のこの白い磁器白いお皿真っ白いお皿っていうのがとにかく珍しい。なんとかしてもヨーロッパでも作りたい。これ今も昔も全然変わらないです。日本製っていうのはものすごく品質がいいんです。この日本製の磁器と同じものをドイツで作ることができればこれヨーロッパ中にそれを売ることで大儲けできるに違いないということでやっと開発に成功するんです。それぐらいだから日本産の品物っていうのは高く評価されていたということになります。もともと江戸時代に非常にこう進んでいた文化レベルの高い日本の文化っていうものがあった。その日本高い文化レベルがあったんだけれどもそれがヨーロッパの文化と出会う、でそこからいろんな葛藤が始まっていったということが言えようかと思います。そして嘉永6年ペリー率いる黒船が浦賀を訪れた。これを機に日本は明治という新しい時代に向かうこととなった。実はペリーがやってくるよりも前に日本にほとんど毎年のように外国船がやってきては日本との交易をやらせてくれと、ポルトガルだけじゃなくて自分の国とも交易をやらせてくれっていうのはもういろんな国の船が本当に毎年のように日本にあちこちからやってきています。ところが実は幕府はそれらを全部追い返してるんですね。ではなぜペリーは簡単に追い返せなかったのか。でそもそもペリーが日本に対して開国を迫ってきたというのはこれはアメリカ側に深い理由があったんです。アメリカの南部の諸州というのはこれは綿花の農場を持ってですね、で白人さんたちがもう大豪邸を構えて、で黒人さんの奴隷を使いながら綿花の栽培をする。でこの栽培した綿花っていうのはことごとくイギリスに送りまして、イギリスは産業革命以降イギリスのその綿織物っていうのは大変に発達をしていましたんで、とにかく綿を輸入してそれで綿織物を作って外国に輸出するととにかくもう笑いが止まらないぐらい儲かるというのがイギリスの状況だったんです。そういったようなことで南部11州というのは非常に経済的にも繁栄したんですけれども、北部の方はあまり産業らしい産業がないんです。
で移民経済といいまして、ヨーロッパから移民の人がやってきます。やってきた移民の人たちというのは移民するぐらいですから、当然お金を持ってやってきます。このお金を持ってやってきた人たちのお金をぐる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 回すということぐらい、他に大した産業というのはなかったんですね。で主な産業、最も大きな産業といえるのが、実はクジラを取る捕鯨だったんです。クジラって油をたくさん持ってますよね。この油を使ってろうそくを作るんです。でこのろうそくはヨーロッパで大量に使用されました。なんだかんだ言って、その大西洋のですねクジラを全部取り尽くしてしまうんです。でやむを得ず今度は太平洋に進出しまして、捕鯨のためにそこで太平洋の真ん中に浮かんでいる島っていうのが補給基地としてどうしても必要になってきた。そうすると日本との間で国交関係がなければ船を休ませることもできない、日本で補給も受けたいということで、ペリーはもうどうしても日本に対して開国を迫らなければいけないということで日本にやってくるんです。しかしその日本は他国の船を全て追い払っている。でペリーは考えたんです。では世界最高の最新式の大砲を船に搭載していこうじゃないか。この黒船に積んであったペクサン砲というですね大砲があるんですけども、あの別名カノン砲と思います。これはあの炸裂弾を水平に発射することができるっていうすごい大砲なんです。で江戸幕府は実は大変に慌てた。ペリーがそもそもそのために日本にやってくるという情報は江戸幕府はもうペリーの出航前から掴んでいました。ペリーが何をしに来るかも分かっていたし、そのペリーの蒸気船というものがどういう武装で来ているかということもこれもちゃんと掴んでいたんです。幕府も交渉して、とにかくこうあのなんとか、まあ開国については考えると、お宅の事情も分かった、だから一旦とにかく去ってくれないか、1年間猶予をもらいたいということで幕府の使者は交渉するんです。でペリーの方もよしよし分かったと、じゃあ1年後にもう一回来るからと言って、なんとか1回目の黒船来航の時にはですね、これあのペリーは去ってくれるんです。2回目にそのペリーがやってくるのに1年の猶予があるんですけども、実はこの時に幕府は今も残るお台場を作っています。ここにですね3つの人工の島があるんですね。これペリーが次にやってくる時に備えてということで、砲台として作った、非常に潮の流れが激しいところです。そこに人工の島をなんとわずか半年で作ってしまった。それも3つです。海の中に島作るんですよ。今みたいに重機はないです。全部手作業でやったんです。まあ、そのお台場を作ることによってペリーの艦隊が侵入してきたときに十字砲火を浴びせることができるという、そういうふうな仕様にしまして、これによって江戸の市民の安全を守るわけですね。ただあのそうは言ってもペリーに対して、まあ、もうこれはもう国をある程度もう開かざるを得ないといったふうなことにもなりまして、横浜で日米和親条約を締結する、港を開いて日本で、アメリカの船が休むことができるようにしましょうと、それは認めましょうということをするわけです。問題が起こったのはこの後なんです。ペリーの後に今度は講師としてやってきたのがタウンゼント・ハリスという人なんですね。この人が日本との間で日米和親条約の最速というのを定めます。この最速の中で金銀の両替の相場を固定相場にするということを決めるんです。で実は日本というのはもともと大変に金の豊富なところな国でして、人類が誕生してから現在に至るまで世界中で産出された金の量、ゴールドの量というのはオリンピックプールに換算して大体3杯分だと言われています。このうちの1杯分がなんと日本産なんです。なんだそんなこと言ったって日本には金はないじゃないかって思うかも分かりませんけども、幕末まではまさに日本というのは黄金の国、ジパングそのものであったわけです。当時の一般の庶民が持っているお金、通貨も小判を使ってました。一般の町民や農民の人たちがそのお伊勢参りをするとか、あるいはこんぴら参りをするということで旅をするとき、これはあの当時の常識がありまして、襟のところに必ず小判を1枚縫い込んでおくという習慣がありました。これはもし途中で何かあって急な病気になって意識不明になってしまうとかって言ってるのかとか起こった場合には、襟に縫い込んである小判で何とかしてくださいねという、これ当時の常識だったわけです。
ヨーロッパでは、ヨーロッパにも金貨ってありますけども、金貨を目にすることができるような人っていうのはもうごく限られた一部しかない。一般の庶民がその金貨なんていうの目に、金貨なんていうの目に触れる機会すらなかったという、そういう世界にあって、日本では一般の庶民が普通に小判を、金貨を身につけていた。これはもうものすごいことですよね。当時の日本での金銀の両替相場は、小判1枚に対して1部銀4枚。ところが香港ってイギリス領じゃないですか。香港ではメキシコ銀貨4枚と小判1枚分が等価なんです。ところが1部銀4枚とメキシコ銀貨1枚がやっぱり等価なんです。つまり4倍の差があるわけです。この金銀の両替相場が4倍違うということを利用して、タウンゼント・ハリスは日本と香港の間を船で行ったり来たりさせながら次々と両替をするんです。これによって日本から大量の金が香港を経由してアメリカに流出しました。やむなく幕府が実施したのが盤円小判といいまして、純金の含有量を4分の1に減らした小判を発行するわけです。慶長小判1両も1両、盤円小判1両も1両なんです。名前は1両なんです。今で言ったら慶長小判だったら1両で例えばまあ10万円だったとすると、盤円小判だと2万5000円の値打ちしかないわけです。でも契約では1両だったろ給料お前10万円だよな。でも10万円もらっても2万5000円分の買い物しかできない。これは経済が大混乱します。それで実は幕府は国中の信用を失ってしまうんです。それまでは幕府の権威というのはもう本当に強いものがありました。なぜ幕府に権威があったのか。武士っていうのはちゃんと責任を取る人なんです。武士には権力があります。世の中の不条を正す権力があります。けれども武士が人を切ったらその責任を取って自らの腹を切らなければいけない。だから武士は長い刀と短い刀と2本刺しています。長い刀は目の前で不正があった場合に相手を切り伏せるため。でも切り伏せたら人の命を奪ったわけですから、その責任を取って短い方の刀で自分の腹を切る。だから大小2本刺しと言います。ちゃんと責任を取るという概念があったわけです。逆に言うとお殿様の責任を問われるようなことになったら藩がお取り潰しになりますから、何とかしてとにかく責任を取らずに済むようにきちんと世の中を回していこうという、こういう概念が非常に発達をしていました。その幕府が全然責任を果たしてねえじゃないかと、金貨の値打ちが4分の1になっちゃったって、これ一体どないなっとんねんみたいなことになるわけですね。これで幕府の権威が失墜しまして、幕末明治維新に向けてダーッとこう動いていくわけです。この幕府じゃもうダメだ、新しい体制に作り変えるしかないんじゃないか。でそこにですね、今度は日本から流出した金が影響してきます。アメリカ国内では北部の諸州というのはどちらかというと貧しいんです。南部11州というのは綿花栽培でめちゃめちゃ儲けてるんです。みんな大金持ちなんです。俺たち南部11州というのはもう金持ちばっかりなんだから、なんでその貧乏な連中の面倒まで俺たちが見なくちゃいけないんだということで、南部11州がアメリカから独立しようとするわけですね。こうして起こったのが南北戦争、聞いたことあると思います。で南北戦争を戦うのに際して南部11州はなんとヨーロッパに、外債を発行して、戦争ってお金かかりますからね、銃は用意しなくちゃいけないし、軍服は用意しなくちゃいけないし、北軍はどうしたのかというと、なぜか貧乏だった北軍がですね、全員ちゃんとした軍服でビシッと揃えて、で銃も最新式の銃で全員武装して、大砲も最新型の大砲をバッと揃えて、軍事力からしたら圧倒的に南部11州圧倒していたはずであるにもかかわらず、なんと北軍が圧倒的な頭数兵力で南軍を打ち破ってしまったわけです。これがまあ南北戦争ですよね。この南北戦争で南軍が負けました。負けた時に南部11州がヨーロッパで発行していた外債、これを北軍のリンカーンは全部南部11州をアメリカ本土に取り込むためにその外債を肩代わりして全額払ってます。アメリカの北部諸州は南軍と戦うのに全く借金してないんです。
その金お前たちクジラで得たんかい。違うんですね。日本から巻き上げたゴールドを使った。でさらにそれだけじゃないんです。南軍が持っていた大砲ですとか銃ですとか、あるいは軍服、こういったものが大量に余ったんです。それをじゃあ日本に売っちまおうと。日本まだまだ金がある。でも日本にただ売るといっても、日本は日本で普通に武装してますから、武士がいますから、倒幕側と幕府側と両方にそれぞれイギリスとフランスを使って、で南軍の持っていた装備を幕府側にはフランス経由で、で薩長側にはイギリス経由で売るということをやってるわけです。で日本はそれ買ってます。戊辰戦争、慶応4年からですね、京都の鳥羽伏見の戦いから始まりますが、官軍、あのつまり薩長側も幕府側もみんな一律軍服着てます。どちら側も全く同じ軍服着てます。装備も同じ装備をしています。もともと南軍の装備なんです。ということで、まあ、日本から金が大量に流出して、で日本はお金を持ってるからということで、お金持ってるんだったら物を売りつけてでもとにかくキャッシュを巻き上げようということが行われたわけです。だから国際政治っていうのは、自分の国が儲かればいいわけで、自分の国が得をすればいいわけで、国際社会の中において本当にこうお互いがお互いのためを思って行動するということはそうそうあるわけではない。日本人はお互いのためを思って、お互いに利益になるようにということを考えますけれども、そうではなくて一方的に利益が流れるような形になってみたり、あるいはやらなくてもいいような戦争を仕掛けられてしまったりということがあるということは、ぜひ学んでいただきたいなと思う次第であります。また日本の歴史というものも、その日本国内だけを見ていてもやっぱり歴史ってわからない。当時の国際情勢の中における日本というものを考えていかないといけない。これおそらく現代でも同じだと思います。現代日本を考えるときにも、日本単独で良い国良い国と思ったところで多分何も変わらない。むしろ国際関係の 中にあって、日本がこれからもっと良い地位を占めていくためにはどうしたらいいのか、本当に世界中の人たちが、日本人も幸せになるけども、世界中の人たちも幸せになっていくということを考えるにはどうしたらいいのかという、そういう切り口で考えていかなければいけないんじゃないかなというふうに思う次第です。